はい、キャンドゥでアルコールストーブを買った際に一緒に見つけたブリキ缶、このインテリアポットっていうのがありました。で、これちょうどあれにいいなと思って、このように線を引きまして、薄いブリキなので、もう手で簡単にノコで切れましたね。こんな感じです。そして、上の方にメンディングテープを貼って、等間隔の穴を開けてやって拡大すると、こんな感じ。はい、ステンレスの板を切ったものをごとくにしてます。ということで、もう毎朝のルーティンになってる、このコーヒーを入れて飲むときに、キャンドゥのアルコールストーブを使うということをですね、炎も楽しみたいなと思って、こんなことをしてみました。コーヒー1杯分、いつもですね、20cc だけアルコールを使ってます。で、これ前回までの動画でご紹介してるんですけど、小爆発をしないように、スチールウールを詰めたり、穴を拡大してますので、その点は買ってきたままのものではないと、安全性をある程度確保しているというものになりますので、真似する際はですね、くれぐれも概要欄の注意事項をよくお読みください。はい、スチールのごとくがあった方がですね、空気が上に抜けるので、こんなものを置いております。ちょうど良くないですか？なんかこう、えらくこうメタリックな感じのですね、構成になってしまってますけど、はい、スチルールがですね、まだ新しいので、ちょっとこう赤い炎になりますけど、まあ、これはこれでですね、見てて楽しいですね。まあ、コーヒーを入れて飲むというだけなんですけど、その前のこのお湯を沸かすというプロセスもですね、このアルコールストーブのおかげでですね、非常にこう楽しいひとときに最近はなってます。なんか見てるだけでですね、本当にアルコールストーブの炎っていうのは、なんか心が和むというか、癒されるというかですね。ろうそくの炎なんかがね、揺らぎがその F 分の1、とってもこう、なんていうんですかね、人にこうリラクゼーションをさせるような効果があるっていう、まあ、本当かどうか知りませんけど、まあ、そんなのを見聞きしたことがありますけど、このアルコールストーブの炎はですね、本当に格別ですね。こう揺らいでるのを見てるだけでですね、まあ大体5分から10分の間ぐらいでお湯は沸くんですけど、もうじっとこう見てられるような感じ。で、今回作ったこのインテリアポットによってですね、なおさら一層こう、いろんな見方ができますので、どうですか、これ。よくないですか。朝ね、本当にこう目が覚めてコーヒーを飲むまでの、なんかこうちょっとね、意識がぼんやりしてる時なんかですけど、まあ、こういうのを見てるとですね、なんか自然にこう目も覚めてきて、いい感じになります。これインテリアポットに本当に穴を開けただけですので、その、何でしょうね、二次燃焼とかそういうことはもう一切なくて、もう単純に、容器だけですね。まあ、ただ周辺をね、覆ってる分、もしかしたらこうちょっと熱がね、輻射で外に逃げないでしょうから、寒い時期なんかはね、この方がお湯は早く沸くかもしれないですね。はい、ボールはセリアの、手つきボールを使ってます。そこにセリアの立刀でかぶせています。お湯が沸いてきた音が少しずつしてきました。何でしょうね、アルコールストーブの炎ってやっぱ青白いので、ちょっとこうイメージ的にはこう焚き火と違ってですね、ちょっとこう都会的というか、なんかそんな印象ですね。なので、こういう金属感のですね、非常にこう目立つごとくなんかと使っても違和感なくですね、楽しめる感じです。
まあ、すすも出ないしですね、汚れないし、まあ、本当にそういう意味ではこのキャンドゥのアルコールストーブ、とても気に入ってます。ダイソーとかセリアさんとか、まあ、あのそういったところからもそのうち何らかの、似たようなものが出るのかもしれないんですけど、もう私の中ではですね、このまるでクリーム缶のようなアルコールストーブですけど、とっても気に入ってあの使わせていただいております。コーヒーを飲むカップもですね、あのセリア あのスタッキングマグの一番小さいやつですね、だいたい140から60cc ぐらいでちょうどになりますので、あのそんなに湯量沸かさないんですけど、あのそういう意味でもアルコールは 20cc あればだいたい十分ですね。でちょうどこの今使っているフィルターはキャプテンスタッグのステンレスメッシュでできたコーヒーフィルターなんですけど、ここにお湯を入れて、コーヒー豆から抽出されてコーヒー成分が出て、で、だいたいこうドリップが終わる頃にはですね、炎も小さくなってきて消えるかなという感じです。だいたいこう毎朝やってると、あ、このぐらいなんだなというのが少しずつ分かってきますので、まあ無駄なく使えますし、このキャンドゥのアルコールストーブの注意書きは、あの1回の、燃焼で全てアルコールを使い切るようにしてくださいと、あの蓋をして保管することがないようにしてくださいみたいなことも書いてましたので、なるべくそのようになるように、燃え尽きるような量をあらかじめ入れてます。はい、ちょうど消化しましたのでコーヒーをいただきたいと思います。いやー楽しいですね、本当に。これからも、こういった形でいろいろなものを提案していきたいと思いますので、ご興味ある方はチャンネル登録をお願いします。